都会の町世田谷、いつも多くの人々でにぎわい、通りにはたくさんのビルディングが立ち並んでいます。でもちょっと注意して私たちの町を見回してください。そこには色とりどりの花があふれています。グリーンサムって何でしょう。それはモーリス・ドリオン作緑の指の主人公の名前から取られた言葉。自然を愛するナチュラリストや植物を育てることが大好きな人のことをグリーンサムと呼びます。ここは瀬田にあるフラワーランド。園内に作られた花壇にはたくさんの花々が咲き誇り、ログハウス風の建物では花作り教室が開かれていました。額が花弁化して二重に見えるわけ。ちょうど要するにコーヒーカップとお皿っていうようなんで、カップ&ソーサル。世田谷区が主催する花作り教室は2年間の講座。四季を通して学んだ園芸の知識を広く地域で生かしてもらうことを目的に開かれています。またこの他にも世田谷区では花のあるまちづくり運動の一環として、道路などの公共用地に面した花壇を作る際には申し込みのあった区民のグループに対し鉢や苗の支給も行っています。では実際に花のあるまちづくり運動に取り組んでいるグループをご紹介しましょう。閑静な成城の街中にある成城高齢者集会所。その庭では朝早くからグループカサブランカの皆さんが丹精込めた花壇の手入れに当たっています。お庭に植えてください。そう、左に巻いてください。あ、右巻きにするとね、また戻る。そう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 、修正がありますから、朝顔のね、左に巻きます。時計と逆方向。やっぱり花壇全部の中にある一箇所の目玉がないとね、結局その花壇そのものが全然、目立たないわけです。要するに人の目を引く花があればですね、その花壇は一層引き立つわけです。それでカサブランカっていうものをその目玉にしてあげようというんで、一応植えました、結局季節感っていうことかな、なくなった季節感を取り戻すみたいなものかな、無理のない楽しい花作りっていうか、その辺を目指して、何かかにかと活動してます。カラス山寺町通りの一角にはいつも明るい色彩があふれています。花街道という素敵な名前のグループはお隣同士3軒の主婦の皆さんで作られました。今日も花壇の前では井戸端会議ならぬ花畑会議が盛り上がってるようですね。天一望なんて可愛いんですよね。おばあちゃんもあるこちらの花壇さ、硬すぎるから、5年前に花いっぱい運動があると聞きまして、まず通りに面したところということで3人で申し込みまして、そした時に名前をつけてくださいと言った時に、入り口に花街道ってお花屋さんがありますので、それにじゃあ当たりましょうかということで、それで最終的にはこの通りを花いっぱいにしていきたいわねということが趣旨です。お花をなくできないんですね、種まきでできないんですよ。いつもないと通る方に言われちゃうのね、今日は寂しい、いつもいっぱいなのになんでないのって言われ責任あるんですね。そうなんです、もう使命でやってますよね。でももう通る方がほとんどもう綺麗ねって通りますのでね、もうその声聞くだけでも楽しいですものね。皆さんに楽しんでいただきたい、ね、自分たちも楽しんでね。
下の町を中心に町づくり活動を続けているグループ町の皆さん、にぎやかな定例会。グループ町の活動は今から4年前、まず自分たちの住む町をもう一度見直してみようと、カメラと地図を片手に町並みウォッチングをすることから始まりました。でそれやっていくうちに、まだ畑だとか緑、まあ、雑木林やなんかがたくさんあるっていうのが分かったもんだから、じゃあ次の年はテーマをですね、農と緑のある町づくりっていうことに絞って、で活動をすることしたんです。自分たちでもね、何か実践してみようって、その人様の土地をどうとかしてくれっていうことだけじゃなくて、私たちも実際に何か緑を作るための貢献をした方がいいんじゃないかっていうことで、まあ、自分たちの実践活動とそれから仲間を増やしたいっていう気持ちもあって、その花を作ることにしたんですね。グループ町のメンバーは区立笹原小学校の子どもたちと一緒に、新しく整備されることとなった小学校の脇のプロムナードに小さな花壇を作りました。これは子どもたちにとっても大切な大切な花壇、手入れだって決して怠りません。花っていうのはやっぱり人を呼ぶし、子どもたちも巻き込めるようになりましたしね。それで仲間でやればね、もっと仲間と一緒にやる楽しさっていうんですか、子供をそこで再発見したりとかね、そういうこともありましたし、子供たちが将来それでずっと継続してくれれば、こんなありがたいことないなと思うんですけどね。水があふれ、花や緑に囲まれた烏山川緑道、大志堂から三宿に続く烏山川緑道の改修工事は今から4年ほど前、地域住民の積極的な参加のもとで行われました。その時の町づくり運動をきっかけにして誕生したのが楽道クラブです。バラバラバラ、かわいいね、よく育って、緑道沿いに3カ所の花壇を管理することになった楽道クラブ。今日は咲き終わった花を抜いて新しい花へと植え替える作業に当たっています。だいたいそれで並べましたら、もう植え込んでもらって結構ですから、はい、特にこの三宿大志堂地区で花作りやってますのもね、世田谷の中でも、瀬田だとかそれから成城のように緑の多いところと違いまして、一番都心に近い三宿大志堂は自然環境が非常に少ない場所なのでね、季節感のするやはり、花というものを植えることによって、その住民の人たちと一緒に、季節を楽しみながら花を眺めるということがやっぱりこの町としては必要なことじゃないだろうかと思ってやり始めたということです。緑道花壇だけではありません。見てください、街角には花がいっぱい。緑道クラブの皆さんは住宅街の中のポケットパークや街づくりのための用地にも花を植え、道行く人の目を楽しませています。これやっぱり、まあ、いろんなその街によってのね特徴がありますけれども、先ほど申し上げたようにこういう非常に、都心に近い自然環境の乏しいところだけにそういう、緑なり草花なりが咲くような町づくりということは今後もぜひ必要じゃないかと思って続けていきたいと思っております。それぞれのスタイルで自分たちの思い描く花のある町づくりに取り組むたくさんの仲間たち。最後にご紹介する花ボランティア育成プログラムは花づくり教室の2年目の講座として開かれているもの。その目的は花
花を通じたボランティア活動の拡大と花づくりグループのリーダー育成にあります。木とかそれから池垣とかそういうのを洗い出していきまして落ち土に落としていったんですね。道幅の狭い行き止まりの道がある、だから消防活動でも非常に困っているという状態なんです、まあ、それだけにそういう地域だけに自然環境が非常に乏しいところなんです。部屋の中での話が終わると講座は町へと飛び出します。すでに町づくり活動を続けている先輩グループが手掛けた公園やコミュニティガーデンを見学し、グリーンサムの仲間たちはさらに交流を深めたのでした。地域の人々とね、やっぱり定年後はあまり接触がないんで、そういう接触ができるんじゃないかなっていうことが最初ですね。で、まあ、いわゆるとこういう集まりが結構いろいろできるようになったんで、やっぱり地域の方のとの接触っていうのはこれから僕ら大事なんじゃないかなと思いますね。もともと区がですね、水と緑について非常に関心を持っておられるので、そういう行事にね、私も参加して、自ら参加してですね、一市民としてね、区の行政に貢献できたらなと思っております。それで身近な場所で少しでも緑増やせたらいいなと思ってます。自分の身の回りから少しでもまずは自分の家の塀を飾るとかいうところから周りの人に広めてあげたいなと思って。